はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、岡山市の小学校の校長先生がですね、えー、コンビニの女性客のスカートの中をですね、あれしたってことで、えー、懲戒免職懲戒免職でいいのかな校長先生に懲戒免職ってあるのかなはい、ちょっとわかんないですけどね。まぁ、あ、こんな感じで、やってみようかなと思うんですけど、えー そうですね。えー、なんかですね。まあ、大してあれじゃないんですけど。もうちょっと上だな。ちょっと待ってよ。はい。まあ、えー、コンビニでですね。まあ、女性客、うん、に近づいて、あれですかね。えー、なんか靴にスマホを隠してですね。じゃあ靴にスマホをくっつけて撮影なんですかね。 はっしゃとか言ったんでしょうね。はい。えー、で、まあ、えー、慣れましたし、うん、そうですね。まあ、これはまあ、ターゲットがですね、あの、生徒、生徒さんじゃないんで、まあ、どう、どうでもいい、どうでもいいって言っちゃあれですけど、まあ、そんなに大したあれじゃないのかな、ってことで、えー、そんなにね、そんなにね、あの、力が入らないんですけど、えー、 ま、校長先生がですね、まあ、まあ、後ろから近づいて、あの、靴にですね、スマホをくっつけてですね、えー、撮影したってことで、お、お若いですねって感じですね。えぇ、ー、スマホも使いこなしてですね、靴、靴にですね、スマホをくっつけるっていう荒技を見せまして、えー、そうですね。で、ま、あ、 なんかですね、うーん、うーんとですね、普通はですね、まあ盗撮ぐらいだったらですね、まあ停職か、あの、減給処分ぐらいですよね、みたいな感じなんですけど、盗撮方法が極めて悪質そう、そうでもない、そうでもないような気がするけどな。で、あのー、これがですね、あれ、校長先生が逮捕されたのが、 えー、2月の1日かなんかなんですね。2月かなんかだと思うんですね。で、えっと、校長先生がですね、えー、60歳で退職するのがですね、3月だそうで、えー、あとですね、1ヶ月ちょっとですね、あのー、この盗撮が見つからなかったらですね、えっと、きれいに、 退職できたんですけど、まあ、運悪く見つかってしまったってところですね。えー、で、そうですね、まあ、えー、学校の先生が、あの、倒査をするんですけどね、あのー、見つかって、あの、処罰圧を受けるのはですね、もうほんの、えっ、ー、と、氷山の一角、えー、そうですね、100回に1回ぐらいなんじゃない <laughs> ?100 回に1回言いすぎなのかな はい。何回かに1回ぐらいなのかな、というところで。えー、で、今回ですね。荒技を見せたのが、スマホにですね、くっ、あの、あちゃわ。靴にスマホをくっ、くっつけてですね、後ろから近づいて、こう、カシャッと撮るらしいんですけど、カシャッて言うかどうかわかんないですけど、これ、法政大学、大学生、えっ、ー、と、iPod なんだ。iPod で、 200人だそうで。えは、ー、い、まあ、えっ、ー、と、校長先生もですね、おそらくこれ系でして、あの、若いなって感じがしますね。あのー、もうスマホも使いこなしてますし、スマホをく、靴にくっつけて、えー、<laughs> 撮影すれば、 完璧じゃないか、みたいな。完全犯罪じゃないか、みたいな感じでですね。思ったんですけど。でですね。えー、これだとですね。あのー、スマホが剥き出しになってるんで、あの、カメラ部分だけをですね。あのー、なんか靴の布かなんかを切ってですね。カメラ部分だけが出るような感じで、盗撮をすればですね、もっとこう、 完全犯罪率が上がるような気がしたんですけどね。本当はそうやってるのかもしんないけど、こう撮影用にこう,こうしたのかもしんないけど。はい、えー、なのでね。えー、まあ、スカートの女性にですね、後ろから近づいてですね、えー、カシャって感じで、やるんでしょうねってことで。はい、まぁ、あ。 うん、大将はね、生徒さんじゃないんでね、まあ、うん、大した、大してあれじゃないんですけど、まあ、一応まあ、47都道府県、盗撮の道ってことで、ちょっと今、いあのー、やってるんで、まあ一応、岡山県制覇ってことで、はい。ねそうですね。うん、まあなんか、 あれですね。勝ちこそうな名前の小学校ですね。で、えー、そうですね。校長先生がですね、まあ、うん、な、なんですかね。こう、健康でですね、若さを保ってたからですね、まあ、こんな感じになったというだけで、えー、そんな大したですね、あの、着替えるところに、 カメラをくっつけたとかですね、トイレで盗撮とかですね、そんなのに比べれば全然優しいと思うんで、はいまあ、そんな大した、大した事件じゃないのかなと、私も思うよってことで。はい、で、えー、あとはですね、まあ、岡山、岡山県の観光ってことで、えー、なんかお城がありますね。 このお城かななんか、川かなんかからですね、お城が見えるなと思ってですね、見たようなところがどっかあるんですけどね、岡山かど、岡山か、だったかどう、どうかちょっと記憶にないんですけどね。はい、えー、これが岡山観光で、まあ城、白、白って感じですね。白、白。これなんぞ。なんかこういう、遊園地みたいなのが、 あるよってことなのかなはい。えー、まあ今回はですね。まぁ、あ、大した、大したあれじゃないですけど、まあ校長先生がですね、60歳であと1ヶ月ちょっとで、あの、見事退職するところをですね、えー、そうですゴール寸前で、ゴール寸前でバレちゃったってう感じで、えー、ちょっと、 かわいそうな感じもしますけどね。はい。えー、まあ今回は、大した、大したあれじゃないですけど、一応撮ってみましたよってことで、はい。今回、岡山県制覇ってことで、あ、あとね、校長先生っていうのもちょっと、珍しいかなと思って、撮ってみましたよってことで、はい。大した、大したあれじゃないですけど、ね、<laughs> なんかもっと刺激の強いのを求めてるような感じに聞こえたら、ちょっとあれですけど、 はい。私はですね、そんなことは望んでおりませんのでってことで、はい。えー。感動するほど美しい岡山城ってことで。岡山城でいいのかな <laughs> わかんないけどね。はい、岡山には城があるそうですってことで、はい。今回は以上です。